どうも、不動産屋の店長です。面白い項目がありました。数も最新版のこだわり条件ランキング。まあ、お客様、各都道府県でどういう項目が検索として上位に上がっているかというものがデータ化されているものです。 え、これ不動産会社にしか回ってない情報になってます。えー、貴重な情報だと思っております。で、これをですね、改めて、これから不動産投資をする方の視点でいくと、当たり前です。お客様が、こういった項目を選んでるという事実が、まさに数字として現れてるんですよね。数字として。はい。 でも皆さんご存知の通りも数もです。数も。はい。えー、トップクラスのポータルサイトです。なので、この数字については、そんなに全国、あのー、どのポータルサイトでもブレはしないかなと。えー、いわゆるホームズ、アットホーム、ヤフーであったりですね。えー、じゃあ、まず、代表的な東京関東をですね、例にちょっと見ていきますか。よいしょ。 えっと、画面上、東京、埼玉、千葉あたりまでしか見れてないんですが、神奈川がここにあります。そんなに変わりないです。はい。もう、トツですね。バストエルベツ。2階以上。これは本当に最近ですよね。はい。ここ本当に10年ぐらいです。えー、独立洗面台が需要として増えてきたのは。はい。室内洗濯機は。エアコン。 これ結構未だについてない物件多いです。正直。はい。内見時に必ず確認しましょう。残地物になってるっていうケースも中にはあります。ああ、やはり東京ですね。オートロックがここで上位に上がってますね。これちょっと面白いのが、やっぱ東京だからなんですかね。えー、埼玉とか、えー、これは千葉、神奈川だと、トップ10に入ってるか入ってないかぐらいですね。 ただ、東京はやはり、危険地帯、なんですかね。えー、これがかなり上位に含まれてます。はい、あ二口コンロ。えー、やっぱり自炊のですね、傾向が強くなってきましたので、この辺もですね、まあエリアにもよるんですが、かなり上位ランクされてる現状ですね。はい、ペットですね。はい。あ都市ガス。あ特にまあ今、電気ガス料金かなり高い傾向があるんで、 えー、都市ガス。ああ、そうですね。東京より、えー、埼玉とか千葉、神奈川の方が、やはりこの辺の傾向は強くなってますね。これ他の多分エリアでも、そうですね。都市ガスはやはり、かなり上位に、あ、北海道、そうですね。やっぱり上位に当たってますね。はい。寒い地、強度、都市ガス、傾向強いかもしれないですね。 個人的に意外だったのが、温水ベンの需要がそこまで高くないのかなっていう印象です。そうですね。先日、あの、弊社管理の物件に4年住んでいた家族がいたんですが、えー、2LDK、えっ、ー、と、夫婦子供1人の3名、えー、旦那さんのですね、退居立ち合いのもとで対応したんですが、 えー、温水便座4年間使わなかったです。私も妻もというふうにおっしゃってたんで、もしかしたら、こんなに需要高くないのかもしれないですかね。もちろん、あるに越したことはないと思ってます、はい。で、モニター付きインターホンですね。これも意外に低いですね。まあ、上位がやはりかなり高い数字なんで、やっぱりこれぐらいになってしまってんのかなと、はい、思います。そうですね。これごめんなさい。 東京なんでやっぱり駐車場ありの項目が低いんですが、あの、これはやっぱりエリアによって非常に高くなっております。はい。高くなっております。えー、これはですね、遠方なほどですね、駐車場ありは当たり前なんですが、高い項目になっておりますので、この辺はですね、よし。えー、一部屋に2台ないと。 っていうのは、あの、これエリアによってはザラにありますので、それぐらいですね、駐車場の確保というものが非常に重要なのが、えー、これは全国的ですね。東京だけが、あの、低い数字であって、全国的には駐車場ありという表記がやはり必要かなと思ってます。やはりこう、メインターミナルですね、あの、かなり都市としては大きい地域が低くなる傾向っていうのが存在するかとは思いますと。 はい。もう一回戻りまして。で、最後が追い出き宅配定着ですね。はい。あんまり定期借家含まないが入ってるっていうのは結構珍しいですかね。はい。はい。ということでですね。あのー、これはぜひ、えー、これから不動産 投資を始める方、もちろん、現在不動産投資をされている方、大変貴重な情報だと私は考えております。ぜひですね、こちらのデータも踏まえた上で、えリフォーム、リノベーションもですね、どういうふうにすべきかっていうのを参考にしていただけたらと思っております。特にですね、リフォームについては、え賃料を上げる、 というのももちろんあるかもしれないんですが、どちらかというと、賃料を保つというところも、私自身としては大事かと思ってます。はい。えー、これからですね、あの、物件が増えてくると、値下げ合戦になるケースっていうのがあります。今の賃料を守るためのリフォームというのもですね、こちらの数字を見た上でご判断いただけたらと思っております。ご視聴いただき、ありがとうございました。